伝統に並べられるトゥロントゥロン、またはトローネは南ヨーロッパのヌガー菓子である。一般的には蜂蜜、砂糖、卵白、焙煎したナッツ類からなり、薄い板状の脳が叩たたえか、ホールケーキのような円筒型に成形される。スペインやイタリアで伝統的なクリスマスの菓子として食べられ、旧スペイン帝国領、特にラテンアメリカ諸国でも同様である。このヌガー菓子は、 旧スペイン帝国領を中心とした各国に存在するが、それらはいずれも似通った名前で呼ばれている。スペイン語ではターン、イタリアン語ではトロネ、ブラジルポルトガル語ではトロネ、サルデーニャ語ではターン、ヨーロッパポルトガル語ではターオ、タガログ語ではツロンと、それぞれ呼ばれる。16世紀のマニュアルでムヘレスというハンドブックは、 化粧品や食品の作り方を載せているが、その中におそらく現存するものとしては最古と思われるスペインのトゥロンのレシピが含まれている。このレシピによるとトゥロンには蜂蜜と卵何個か分の卵白が必要で、これらを混ぜ合わせたものを火にかけ、固まりかけたら一旦冷ます。蜂蜜がカラメル化したら殻を剥いて焙煎した松の実、アーモンド、 ヘーゼルナッツなどを加える。さらに少し加熱してから火からおろし、薄く切り分けるとある。この歌詞の様々な名前はいずれもラテン語のトーレアに由来するようである。現在見られる、この歌詞はイスラム教勢力の支配下にあったスペインの一部でつるんとして一般的だったムスリム料理から派生したものである。可能性がある。また、カピーディアあるいは、 カトという歌詞がトゥロンに似ているとされることもある。この歌詞は古代ローマ時代に市場で売買されており、ローマの詩人たちに言及されている。トゥロン、またはトロはバレンシア州アリカンテ市の北に位置するヒホナ市で少なくとも15世紀には知られていた。トゥロンはスペインの大部分、ラテンアメリカ諸国の一部、フランスのルシオン地域で広く食べられる。トゥロンによく似たトローネは、 イタリアのクレモナ市、ベネベント市に特有のものである。フィリピンにも類似の歌詞がある。地中海北岸一帯にこの歌詞のバリエーションを見ることができる。トゥロンという歌詞は材料や見た目に様々なバリエーションがあり得るが、伝統的なものはいずれも同じ材料からなる。出来上がりの食感には硬くて噛み砕けるものと柔らかくて歯にくっつくものとがある。 30年前にはほぼすべてのトゥロンは同じ製法で作られていたが多様化が進んだ今では何十種類ものバリエーションがある。チョコでコーティングしたお米のポン菓子やアーモンドを材料とするもの、アルコール、フルーツの砂糖付け、ナッツ類などを用いたあらゆるチョコレートプラリネを材料とするもの、砂糖を用いないものさえある。スペインの伝統的なトゥロンは以下のように分類される。 トロンにソフトタイプとハードタイプで材料と硬さの違いがあるのと同じようにアマレットにもメレンゲからマカルーンまでのグラデーションがある。他のバリエーションにはリエイダ周辺のトロディ・アグラムーンとトルトーザ周辺のトロデザータ、トロデカジノズなどがある。現在のスペインではトロンという言葉は意味が広がり伝統的なトロンと同サイズにした様々な歌詞を指すようになっている。 こうした新しいトゥローンには、チョコレート、マジパン、ココナッツ、カラメル、フルーツの砂糖付けなどが用いられる。トローネクラシコイタリアのトローネは、伝統的に冬とクリスマスを代表する歌詞であり、様々なバリエーションが存在する。トローネはナッツ類の含有量が少ない点で、スペインのトゥローンとは異なる。ロンバルニア州クレモナの伝統的なトローネは、バリエーションが豊富で、ソフトなものが、 モービドハードなものがデューロといった食感の違いや、柑橘系やバニラなどのフレーバーの違い、ヘーゼルナッツアーモンドピスタチオナッツパウダーといった入っているナッツ類の違いなどがある。大手食品会社が販売するものにはチョコレートにディップしてあるものもある。どういったトローネが人気であるかは、時代や地域によって異なる。カンパニア州ベネベントのトローネディベネベントは、 歴史的名称のカピーディアで呼ばれることもあるが、ヘーゼルナッツの入った、バリバリした食感のものの代表的なものである。ベネベントでは、ソフトタイプはアーモンドを入れて作られる。トローネディ・ベネベントは古代ローマ時代より古く、サムニウム地域で広く知られていたことから、ドゥロン類で最古と考えられている。トローネディ・ベネベントはもともとトローネディ・クレモナと似た、粘り気のあるペーストだったが、現在では、 クレモナのものとあまり違いがなくなっている。アブルッツォ州、シチリア島、サルデーニャ等にも地域独自のトローネがあるが、クレモナ、ベネベントの主流派と、顕著な違いはないようである。ペルー料理のトロンは、通常柔らかく、アニスで香り付けされていることがある。スペイン本来のトロンにはペルーでは、希少だったか高価だったものが含まれていたため、ペルーでのトロンは様々に変化していった。 リマ市で一般的なものにターンでドーニアペパがある。これはアニスとハチミツのヌガーで10月のセニョールデロース、ミラグロスのお祭りで食べるのが伝統となっている。パンパンが州のカシューナッツのトゥロンもトゥロンの一種である。このトゥロンはカシューナッツの入ったマジパンのバーを白いウェイハースで覆ったものである。他のスペイン語圏とは違い、この歌詞はクリスマスとは関係なく消費される。 他に、ターンズでピリというトゥロンもあり、こちらは、地元のピリというナッツを使ったトゥロンである。ヌガーガシのトゥロンとは別物だが、屋台料理にターンなセイジングと呼ばれる食べ物がある。これは薄く切ったバナナや、プランテンをブラウンシュガーにリップし、春巻きの皮で巻いて、油でよく揚げたものである。プエルトリコでは、トゥロンは、ターンでアインアリーと呼ばれる。このトロンは、いった、 黒ごま、白ごま、シナモンパウダー、レモン果汁をカラメル化したブラウンシュガーと蜂蜜でまとめたものである。バリエーションによってはアーモンド、ライムゼスト、ひまわりの種とフラックスシード、オレンジゼスト、いったココナッツフレークなどを用いる。キューバではターンデマニーが伝統的な甘みとなっている。片手に収まるサイズのバーが バス停や人通りの多いところで売られているのが一般的だが家庭で作る9 0 0グラムほどになるものもある。キューバのトゥロンはブランドとデューロの2種類がある。ブランドは引いたピーナッツをブラウンシュガーと共にバーに押し固めたもので、デューロはいったピーナッツを粗く引き、カラメル化した砂糖と蜂蜜と共にまとめたものである。ありがとうございます。